はい、皆さんこんにちは、旅の助です。トランスポートフィーバー2、続きをやっていきましょう。ということで、前回は安土本線に8900型ですね、本格的な蒸気機関車を投入ということで、これでかなり安土本線の、旅客需要に耐えれるんじゃないでしょうか。そして利益もね、上げてます。今回はまだつなげてない町、丸岡ですね。丸岡と、首里、これつなげてないんで、安土から伸ばそう。前回入れ替えた12号機関車が今余ってますんで、この12号機関車でこの、首里と丸岡ですね、ここを結ぶ鉄道路線、これ引いていきましょう。そしたら首里なんですけど、ちょっとこれ道路壊そうか。じゃあ安土から路線を伸ばしたいんで 160m でいいか、カテナリーはオフでいいや。じゃあ、ここも単線路線になるんで、行き違いができるように首里の駅には2つホームを、置くような形で、あ、じゃあ首里駅、はい、開業。そして、丸岡ですね。丸岡の街を、まあ、ホーム1本でいいかな。終点なんで、もうちょっとこの辺予算ケチっていきましょう。で、 できるだけ街の中心に近いところに駅を置けば、都市全体に行き渡ると思うんで、2本にしとこう。はい、そしたらこれ結びましょう。首里まで結ぼう。まあ、今ものすごいお金儲けてるんで、あまり気にせずにも一気にドカッと引いていきたい。そしたらここから直線で、お、コース線が邪魔だ。道路一回破壊して、ここから、あ、なんかこの辺勾配があるな。ちょっとこの勾配を這うように、縫うように、どこどこ、首里からの路線どこ、ここか。あ、なんか産業が邪魔だ、産業が邪魔だった。ちょっとこれ迂回しよう。そしたら首里駅の構内配線を きれいにしてから、出発信号機を、まあ、多分1編成しか入れないんで、入れない必要ないと思うんですけど、気持ちの問題です。で、ちょっと全部屋根があるのおかしいんで、一部屋根剥がします。はい、そしたら12号機関車をここに走らせましょう。せっかくなんで、前回安土本線を走っていたこの12号機関車ですけど、再び新しい職場ということで、安土駅の、1番ホームからこの新しくできた、どうしよう、首里線とでも言いましょうか。首里に伸びている首里駅と丸岡を結ぶピストン輸送をする支線列車ですね。はい、じゃあちょっと12号機関車が、ね、復活したんで、ちょっと再び拝みましょう。一回車庫に入ってたんですけど、再び君には活躍してもらいたい。今回は2都市を結ぶんでね、一等客車をつけてるという、そういう設定です。さあ、これで安土駅の1番ホームに来たら、折り返して今度は新しくできた首里線ですね、首里線に入ってきます。はい、ということで無駄なくなんとか路線伸ばせましたね。そしたらそろそろ貨物列車もね、置き換えを始めたいと思うんですけど、まだ時代があれなんだよな。で、サンドボックス入れてるんで時代いじれるんですよ。ちょっと早送りしようか。1913年ですね。はい、13年になるといよいよあれが出てくるんですよ。はい、ということでこちらですね、新しい車両ということで、国鉄9600型蒸気機関車ということで、あの有名な96ですよ。96機関車、まあ、旅ですけどあんまり詳しくないんですけど、結構この96機関車、大正時代だったかなにできた、あの名機関車って言われる機関車なんで、ちょっと置き換えていきたいと思います。で、ちょっとまあお金たくさんあるんですけど、まあ、そういきなり全部あれこれ買えるのもいかがなものだかと思いますんで、とりあえず、今、ある列車の中で一番活躍していると思われるこちら、路線番号13番の、こちらですね、500号。こちらがね、各都市で貨物を置くような形になってるんですけど、まあ、やっぱりね、停車時間も多かったり、長大なあの貨物、長大な編成引っ張ってるんで、結構加速度が必要なんですよね。で、ちょっとやっぱりね、この500号機関車、若干牽引力不足の部分を否めない点もありますんで、
これちょっと置き換えようか。機関車を置き換えるんですけど、貨車はあれか、和1置き換えれないかまだいい貨車が出てないですね。このタンク車ってなんだろうな、これもタ600かな。とりあえず機関車だけ置き換えてみますか。じゃあ、500号機関車は一旦、置き換えということで、機関車をじゃあこの国鉄っていうか、この時代まだ国鉄ないんで鉄道省だと思うんですけど、9600型に置き換えてみたいと思います。はい、じゃあ置き換えだ。はい、ということで、来ましたね、96機関車、新しい機関車に置き換わりました。ちょっと加速度上がってません？やっぱり大型の蒸気機関車なんで、あ、ちょっといいじゃないですか、なんか SL っぽいじゃないですかSL っぽいっていうか SL なんだけど、これもちょっと絵的に合いそうなんで、よし、じゃあこれサムネにしよう。96型、96登場ということで、これで各駅をかなり頻繁に高頻度で回せるようになったと思うんで、ちょっと早送りで様子見ますか。機関車をすげ替えただけなんで、貨車の方が多分65キロしか出ないんで、これ以上スピード出ないんですけど、加速度が上がったんで、駅を出発するまでのこのなんだろう、時間というかインターバルというかが多分感覚的に短くなったんじゃないかな。そして春日山に到着だ。ちょっとじゃあここから1倍速でちょっとどれぐらいスピードが上がったかどれぐらい上がったかって言われても、最初の機関車と比較しないんで分かんねえか。はい、今到着です。春日山に到着しました。荷物の積み替えを多分やってるはずです。はい、じゃあこれで今発車だ。どうだ、イメージ的に以前までの蒸気機関車よりちょっとスピードが上がった感じじゃないですか感じじゃないんですかって、ちゃんと比較しろってなんですけど、イメージ的にやっぱりあのなんだろう、能力の高い、機関車で引っ張ってるんで、この加速度が多分結構上がったと思うんですよ。早くにこう駅を出発できるようになったんで、で今ほら単線で列車交換が発生するんですけど、その分の時間が短縮できるんじゃないかな。あの貨物列車でもあの長距離を一気に輸送する列車と、今回のこの500号、まあ、500号って名前になってますけど、この9600みたいに各駅に停車するタイプがあるんで、この各駅に停車するタイプのこの加速度を上げることによって、なんだろう、路線全体の速度、平均速度をちょっと上げるということをね、今回やってみました。いいですね、煙が白いぞこれたまに白かったり黒かったりするんですけど、なんかあるのかな。あ、角度によってこれ煙色が違うんだ。こっから見るとちょっと若干黒っぽい煙じゃないですか。でこうやって横にしていくと白くなってくるあ、そういうことなのかこれなんか黒い煙吐くやつと白い煙吹くやつがあるなと思ったんですけど、これ単純にあれか、光の角度の違いによるもの違うかな。ちょっとせっかくなんでこれウォッチャーしましょう。9600型です。お、本を鳴らせるぞ、鳴らそう。おー、 SL っぽいじゃないですかSL っぽいっていうか SL なんだけど、ちょっとじゃあこれウォッチャーしよう。いや結構細かいディティール作りしてますね。いやこれを作った元制作者さん素晴らしい。あ、そして今、信号上で止まった対向待ちかな。じゃあその対向待ちしてる間にさらにちょっと詳しく見ていきましょう。いいですね、いいですね、淡水車をなんかちゃんと石灰じゃないや石炭っぽいテクスチャー貼ってますね。そして後ろの貨車は同じおなじみの貨車ですね。ちゃんとこれ編成全部入ってますよね、これ結構こう適当に作ってるんで、あ、ちゃんと信号場内に全部貨車が入ってる感じだ。そして対向列車来るかな。あ、来た来た来た。あ、対向は石油運んでるやつですね。ほら、この機関車のこの大きさの違い見てくださいよ、すごい親子みたいいや一気に大型化しましたね。はい、じゃあ対向列車と行き違いですね。行き違いでこれで発車します。いいですね、このなんだろう、峠の信号場みたいな感じで絵的に入るじゃないですか。
やっぱあれか、加速度の速い方が先着した方が路線全体の速度が上がるような感じですね。ああ、いいぞいいぞ、絵になる絵になる。そしてあれですね、こちら、道路側も自家用車がバンバン走り始めたんで強力なライバルになると。まだ自家用車より列車の方が速い。でもなんか向こうの車ちょっと追いかけてきますね。距離が縮まりそう。いよいよあれか、自家用車に負けてしまうか。同じぐらいかな。ちょっとあれですね、鉄道が若干危うくなりつつありますね。はい、ということで今回は、四川区、最後の四川区である、首里線ですね。安土、首里、丸岡を結ぶ首里線、そしてそこに、前回まで走っていた安土本線の列車はね、旧型機関車をちょっとぶち込むということで再利用しました。そして、鉄道路線の改革の第1弾ということで9600型96を使って、一番使用頻度の多いこの路線番号3番、各都市に、物資を輸送する列車なんですけど、こちらの置き換えをやったというところで今回お別れしたいと思います。いやー、だんだんと機関車が大型化してきて、なんだろう、最高速度が上がってきたんで、かなりちょっと面白くなってきたんじゃないでしょうか。そしてあれですね、そろそろまた再び全面展望、単線非電化の多分最後になると思いますが、全面展望動画をねどっかでお届けしたいと思います。じゃあ今回は、こちら9600、96を見てお別れしましょう。それでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。